これは一体誰に対してやってんだ。うざいうざい、ちょっと。ポーズつけないで。旅のものよ。今回は何から何まで世話になってしまったな。ファーリスもわしらも深く反省している。虹色値段を追って承認だが、ここより西のダーハルーネの町へ向かうと言っておったぞ。わしの所感があれば西の関所を通れるだろう。それと、旅の中でもしあの旅家にあったなら、礼を伝えておいてくれないか。彼には真の騎士道精神があった。わしは彼の姿を見て忘れかけていた大切なものを思い出す気がするのだ。ふんふん、もともとは騎士。私たち、ファーリスが可愛いあまりに、本当のあの子を見てあげられていなかった。ずっとあの子を苦しめていたのね。私たち、とても反省していますの。いろいろと気づかせてくださった、皆様とシルビアさんには感謝していますわ。まあ、めっちゃ親バカやったもんね。これからはシルビアさんに教わったように、いかなる時も、指導を忘れず、立派な騎士になれるよう、精進していくよ。そうそう、君たちにプレゼントした僕のボウガンだが、思う存分使い倒してくれていいからな。なんでも、城下町にいるフードをかぶった大男が、ボウガンに詳しいという噂だ。城を出てすぐのところにいるから、話を聞くといい。フードをかぶった男。ほうほうほう。じゃあ、ちらっと話でも聞いていきましょうか。城を出てすぐの、こいつか。ボウ、君は持っているな。ボウガン。そう、ボウガンをボウ。なんだボウって。ゴビー君こそ私が探し求めたボウガンボーイ。私はボウガン大好き。ボウガンマスターユミルだ。おう。ボウガンをこよなく愛するに私は、お、名前がついた。世界各地に隠された的をボウガンで壊す、ボウガンアドベンチャーを発明した、ボウ。さあ、ボウ。狙いすませ、ガン。え、ガン愛に溢れたボウガンアドベンチャーに君も参加してみないか。何それやってみたい。ボウ、君ならそう言うと思ったぞ。では早速、ボウガンアドベンチャーのルールを説明しよう、ガン。なんかうるさいんだけど内容が入ってこない。ルールはとっても簡単、ボウ。各社に隠された的、5個すべてボウガンで撃ち抜けばクリアだ、ガン。各地とは、ここだけじゃないの、この場でやるゲームじゃないの。各地の5個の的をすべて撃ち抜いて、その近くのキャンプ地にいる私の弟子、リリパットに話しかければ景品がもらえるぞ。リリパットの師匠なの的があったら、ボーッと叫び、ガンと壊す。まずは試しにこのサマデー地方の的5個を撃ち抜き、弟子に話しかけてみるのだ。さあ、ボー、狙いすます、ガン。すべての的を壊し、ボーガーアドベンチャーを心ゆくまで楽しんでくれよな。なんだそれ。ん、なに王子様すごかったな。ね。ちょっとは進歩したよ、王子様も。ん、どこから降りればいいんだっけ？ここか。あ、ここだ。それじゃあ、もう思い残すことは、何もないね。行ってきます。お、なんだ王子か？え？待ってたわよ、アイナちゃん。シルビアじゃね。何？結局一緒に行くパターンとかじゃ。もうあったよ。お礼を言っとかなきゃ。何しに来たんだ？まだ俺たちに用があるのかよ。この先仲間になるわけじゃ、おー、なのね。もう決まってるじゃないの。私もついていくわ。命の退治を目指す旅に。そして、邪神ちゃんを倒すのよ。おいおい、冗談じゃねえ。いきなり出てきて何言ってんだ。俺たちの旅は遊びじゃねえんだぞ。いや、でも強かったやん。あれは見てないんかな。もちろん遊びでついていく気はなくてよ。旅芸人として世界中を回って、たくさんの笑顔と出会ったわ。でもね、それと同じくらい、魔物に苦しめられている人々の悲しみにも出会ったの。私の夢はね、世界一大きなホールを建てて、そこで盛大なショーをして、世界中の人々を笑わせることよ。でもみんなから笑顔を奪おうとする邪神ちゃんがいたら、その夢も叶わなくなるじゃない？だから、あなたたちの旅の目的は、私の旅の目的でもあるってわけ。それじゃ、みんなこれからもよろしくね。結局仲間かよ。じゃあ、あの場で仲間になってればよかったんじゃないの？シルビアが仲間に加わった、これは一体誰に対してやってんだ？うざいうざい、ちょっと。ポーズつけないで。これ目の前でやられるってことかな？やれやれ、相変わらず強引なやつだぜ。で、あなたたち、とりあえずこれからどうするの？命の退治への鍵となる虹色の枝、
その枝を種にした証人を追ってダーハルーレンの町に行こうかと思います。なるほどね。でもあそこは港町、もう船に乗って海に出てるかもね。そしたらどうやって追うつもりかしら。そうですね、その場合は定期船を乗り継いでいくしか。ダメダメ、定期船なんかじゃあまりにも時間かかりすぎるわ。いつまで経っても追いつけないわよ。それじゃあどうしろっていうの。ふふん、船で行けばいいのよ。自分たちで自由に使える船でね。何、え、どこにあるのそれ。そう、私が持ってる船。え、持ってんの。シルビアさんすごいわ。やっぱりタラモノじゃないと思ったのよ。なんか急にコビ売り出すぞ。現金のやつだな。その船お借りしてもいいですか。もちろんよ、仲間じゃないの。それじゃ私の船が泊まってるダーハルーネに行くわよ。ダーハルーネはここより西。さあ出発。ダーハルーネに泊めとんや。なるほどね。おう、メンバー入れ替え。シルビアが仲間に加わり、メンバーが5人になりました。バトルに参加できるメンバーは最大で4人までです。作戦の入れ替えでメンバーを選びましょう。メンバーの入れ替えはバトル中も可能です。詳しくは作戦の旅の心得を見てください。あ、ってことはダーハラ湿原っていうところを通っていくってことかな。あ、じゃあこれあれじゃない、一旦呪文で、まああっという間に着くやろうけど、普通に走っていっても、このさあキャンプへとベイ、わざわざ呼ばれて置いていかれる馬。よし、来た。そして、さあ走っていくぞ。あれ、キャンプ地にリリパットおるって言わんかったっけ。ここではないっていうことかな。こっちの方に、こっちの方で合ってるよね。え、こんなところまで飛んできたの？思ってたキャンプ場と違う。あ、そっか、あっちのキャンプ場寄ってないとこか、もしや。ん？あれ、なんか人おる？なんか人おらん？気のせいかな。これ、いける？はぁ、いけた。ほら、なんか人おるんやけど、ここに。ねえ、なんか呪文かけられよるけど大丈夫？この遺跡の配置には深い意味がありそうですが、何の意味もないかもしれない。ああ、イニシエの賢者はどんな目的でこの建造物を作ったのでしょう。謎は深まるばかりですよ。誰だよ、お前。なになになに、なんか呪いかけられよるけど大丈夫なの？別に読めんのやね、これ。なんでこの人襲われないの？なんでこの人襲われないの？ねえ、周り超魔物に囲まれとんのんね。さあ、ほんじゃちょっと進みますかね。ん、なんかおるよ、なんかおるよ。はっ。ダーハルーネの町へ行かれるんですか？それは羨ましい。ダーハラ湿原はサマディとは大違いで、雨が降る緑の豊かな場所なんです。こことの差にびっくりすると思いますよ。まあ、湿原だからね。そういえば、七色に輝く枝を持った商人が、しばらく前にここを通っていきました。あの者もダーハルーネに向かったのでしょう。そう聞いた、私。何、どうしたの？何やってんの？私はアポロ。ここで門番をしている者だ。旅の方よ。ダーハルーネの町に向かうなら、一つ私の話を聞いてくれ。私にはディアナという妹がいてな。ダーハルーネにあるケーキ屋で、パティシエとして働いているんだが、近頃は忙しくしているようで、顔も見せに来ないから、こうして手紙を書いたんだよ。そこで旅の方に頼みがある。ここを離れられない私の代わりに、妹のディアナにこの手紙を届けてくれないか？郵便屋さんとかいう職業はないの？まあ、引き受けますよ。おう、引き受けてくれるのか。見ず知らずの私の頼みを聞いてくれるなんて、君は優しいな。では、この手紙を受け取ってくれ。わかってると思うが、大事な手紙だから。くれぐれもなくしたりしないでくれよ。アイナは兄からの手紙を受け取った。ディアナはダーハルーネの町の中の北西にあるケーキ屋で働いているはずだ。ではよろしく頼んだぞ。ってことはこの人の地元でもあるということね。よし。この先はダーハラ湿原。サマディ国王様の許可なき者は、
ここから先へ通してはならぬ決まりだ。通りたくば国王様の許可をいただいたと証明するものを見せるがよい。何か持っているのか。持ってますとも。アイナはサマディ王の書簡を兵士に見せた。おお、それはサマディ国王様の書簡。国王様の許可をいただいたのであれば通さないわけにはいかぬ。この先の洞窟を抜けるとダーハラ湿原、水と緑に包まれた豊かな大地だ。洞窟を抜けんといかんの？さらに道を進めば世界有数の貿易都市ダーハルーネに間違えて至るだろう。気をつけて行かれるがよい。はい、行きまーす。洞窟ってこれのことかな、もしかして。もうこれすでに洞窟ですか？あ、やっぱさっきのか。これじゃね？的。間違えた。これどうやって撃つん？どうやって撃つん？装備？道具？道具の方かい？どこだ？道具袋かな？大事なもの。あ、大事なもの。よし、ボウガンを。どうやって使うの？え、今使うってやったよね、私。違う違う、道具だって。おりんといかん。あ、これで。あ、すげえ、使えた。かっけー。かっけー。これが各地にあるということね。なるほどなるほど。その各地っていうのはすんげえバラバラなんかな。キャンプ地、ダーハラ湿原。よし、キャンプ地で。あ、あれやん、リリパッド。もうあれかい？その辺に。ないね。わかりやすいところにあるんかな？わかりにくいところにもあるんかな？まあ、とりあえず。よし、お祈りを。頑張るね。頑張るね。で、ちょっとリリパッドに言っても意味ないかもしれんけども。なんかあの辺、行けそうじゃないか。行けそうじゃないか、別に。あれ？なんかどっか通り過ぎた？通り過ぎてない？いや、通り過ぎた。え？通り過ぎたな。ここだな。こう入っていくんだな。お？これ？あ、これなんか、降りろということね。は。あー、馬。馬。馬とは一緒に行けない場所なのね。なるほど。おー、なんかすげー魔物がいっぱいいる。魔物がいっぱいいるわー。さあ。さあさあ、私が迷子になりそうな感じの場所ね。あ、ここは通っていけんのか。橋。危な。普通に水の中に突っ込んでいきよった。なんかここぐるっと回ってない？なんだあれは、なんか乗ってるぞ。かわいい。かわいい。こっちじゃないな。あ、これぐるっと回って元に戻る。あ、戻った戻った。え、戻った？いや、戻ってないぞ。進んでる進んでる。大丈夫大丈夫。え？こっち、あ、合っとるね合っとるね。あ、よかったよ。あ、よかった。何これ、ネズミ。あー、なんかいいね。いいね。さあさあ、進んでいくよ。お、天気は天気は。お、明日いっぱいずっと晴れが続く。明後日になると天気が変わるかも。超曖昧な感じの。めっちゃ曖昧な感じの。
うわ、なんかどんどん上に上がっていく。へえ、びっくりした。やめてよ。しかも逃げてった。めっちゃ逃げてったけど。これその辺の太い木の枝のとこなら通れそうな感じするけど、通れんのかな。相撲じゃない。うわ、超くねくねなっとる、ここの道。てか、ちょっと気になっとったんが、あっち側にさっきね、宝箱が見えたんよね。で、それをちょっと取りに行きたいなと思いよんやけど、行けるかな。多分ね、この、あ、あった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 、あれあれ。あの宝箱。ぶつかった、尻尾。尻尾。ダックスビル。さあ、やっつけてしまえ。超至近距離やね。超至近距離から思いっきり振りかぶるね。あれあれあれ。さあ、中身は。レシピブック。鉄製の防具のレシピを見つけた。やったね。鉄兜、鉄の胸当て、鉄の鎧のレシピを覚えた。お、コレクトマニア。100種以上のアイテムを集めたものに贈られる称号。コレクトマニア。これでとりあえず、ちょっと、取りに来た宝箱は取れた。あ、あそこや。あそこや、ゴール。見えた、見えた、見えた。お、これは何だい？あ、こっちは何？ちょっと気になった。は。冷水の洞窟に行かれる方へ、ダーハルールの町で準備していきましょう。備えあれば憂いなし。後で来ることになるとこかな。とか言いながらさ、お、逃げてく、逃げてく。とか言いながら、お、消えた。あの、なんか、何？火山のところもさ、結局行ってないんやけど。お、到着した？ダーハルーネの町への通路。やったね。早かった、早かった。だいぶ早かった。お、なんか書いてる？お、ダーハルーネの町。やったよ、着いたよ、早かったよ。到着さあ、新たな街。いいね、いいね。あ、いいね、めっちゃいいね。なんて書いてるかわからない。ドラクエの世界の言葉？文字？これは人が少ないのは夜だからってこと？まあ、なんて美しい街。まるで海の上に街が一つ浮かんでいるようですわ。ここが貿易で有名なダーハルーネの街か。たくさんの金持ちや商人が行き交う世界で一番でかい港町らしいぜ。世界で？すげえ。ふーん。って、そんな街で自分の船を持ってるシルビアさんってもしかしてすごい人なんじゃ。ふペロニカちゃん、余計な詮索はやぼってものよ。私の船ちゃんは街の南西にあるドックの中でお休みしているの。さ、みんな行きましょう。ゴーゴー。なんだ、視線を感じる。なんで一旦出てきた。ダーハルーネの街、到着到着。お、おじさん。おや、ようこそ。ごきげんよう、旅人さん。世界中の名産品が集まる貿易都市、ダーハルーネの町へようこそ。おや、ロックに用なのかい？それなら町の西側にあるから、地図を見ながら行ってみるといいよ。ありがとう。今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。